本当だ、だっていろんな方のステッカーと、ね、これは後付けですか。客機のボタン、あ、ボタンでございます。まるでボルトをこう通してるかのような穴がある。穴ある、2つあるね。ボチボチが、前はシルバーで、鉄っていう感じのデザインだったんで、そのまんま使ってるっていう、なんかブリキな感じ、ブリキな感じです、はい、ね、バーが可愛いね。パイプだって、いや夜はさ、ほら、はい、怪しいのあるなと思ったけど暗かったから、うん、あんまよく分かんなかった。朝まさかこんな真っ黄色だと。オロナミシ、オロナミシ、オロナミシ、お前それ失礼だろ。ちなみにここに、はい、夜でも光る照明つけるんで、ソーラーで、だから今度から夜光ってると思うんです。看板とかつける予定なんで。看板なんておしゃれすぎて、ね、すごい可愛い。あれ、ここエントランスがある。あれ、本当だ、ね、あ、どうぞ開けてください。いいですか、失礼します。あ、鍵はこちらに。あ、あ、すいません。もう一個鍵がこちらに。あれ、あ、お、まさかの、そっち開き、そっち開きの、フェイントだった。あ、下これドアじゃない。そうだったね。あ、なるほど、開放感のあるドアになるんだね。ちょっと支え、まだ作ってる途中なんで、支えがないんで支えを持ってきます。支えがあるんですね。めちゃめちゃレトロ。支えとはそれなんですか。ちょっと今何もなくこれしかなかったという。なるほど。で、はい、バッチリ。そうそう、あとちょっと。すごい。椅子で支えている。お店みたい。ちょっとお店みたいだね。ちょっと探し物が。きっとお店になるんだよ。そうなのかな。何屋さんなんだ。何屋さんでしょう。ラーメン。ラーメン。お前飯ばっかだな。ラーメンかおでんか。おでんか。あ、おでんっぽいね。おでんっぽいよね。うん。なるほど。めちゃめちゃ可愛いな。あ、奥スケスケじゃない。あら、本当だ。スケスケ。向こうが見える。そうだよね。ここにいて。確認してきて。いや、スケスケだよね。いや、スケスケだよね。あれモニターじゃないですよね。モニターじゃない。テレビじゃないです。テレビじゃないですよ。テレビじゃない。生中継だ。すごい。なぜスケスケなんですか、こんなに。いや、見られるのが好きなんです。見られるのが好き。車中泊してるのを見られるのが好きなんです。やばい、これ。入り口はそうなると思う。入り口は、はい、今とりあえずとりあえずなんかこういうのがあるんですけど、これでここか。後ろもまた可愛いな。可愛いよね。保管がいいね。あ、入った。お、やって、あ、そこそこ、わー、可愛い。おー、で、これで、お、すごい、こうなると、降りてきた。え、はしごがちょっとユニークなのが可愛い。めちゃめちゃ可愛い、うん、すごい、内側にもなんか壁材のダミーみたいな感じで。かわいい。なんだ？あ、これ100均。すごい。あ、スポンジみたいな。なんかこれ。あ、本当だ。なんかスポンジというか。かわいい。なんかクッション材みたいな。ここに。はしごがある。本当だ。はしごある。ちょっとやれ、ぜひ上に上がってもらったら、いいですか、あのはしごまで上に行ってもらって、屋根裏行けるんで、行けそうじゃない、行けそうだよ。多分遠近法でちっちゃく見えたけど、あ、そういうこと、近くまで行けば多分行けると思う。あ、じゃあ登っていいですか。じゃあお邪魔します。すいません。
壊さないで、壊さないで。一応、靴はそこで、そこで。これ、あ、もうどこ上がっても多分大丈夫なように作ってます。壊れたらどうする？そしたらもう体重を公開してもらう。空気、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 ぜい！最低。空気というか、まあなんか面白い。え、屋台の人みたいよ、ほんと。いらっしゃいませ。とりあえず屋根裏行ってみる。あ、そうだね。うん。どうなってんの、この屋根裏って。これ、ちょっと待って。その前に、重大なことに気づくと発表してもいい？いいよ。すごい無造作に、ね、大金が置かれてる。あ、ほんとだ。大丈夫？無造作に大金が置いてある。無造作だよ、これ。大丈夫、それ。ゴールド置いてあるけど。金塊置いてあるけど。狙われてちょっとひっくり返してみて。あ、ティッシュやないかいって。ティッシュやないかいって。かわいい。かわいい。そんなんあるんや。だからところどころ竹の小道具みたいな。これ？なんだそれは。あ、くっついてるよ。何かに使えるもの。あ、自転車を。自転車置き場にしようと思って、それの足、あ、タイヤ止め。あの自転車を運ぶためのすごいくっついてるねえ、めっちゃ遊べるわ、手先で。ゆいちゃん、全部見てみて。いいスカイってもらって。近くで見ても結構ちっちゃめ。本当に？もうちょっと寄ったら変わるんだよ。あ、ちっちゃいね。ちっちゃいな。ちっちゃいね。でもなんか上はなんか穴あるけど。こことかね、暗いんだよ。暗い。照明ぐらいで多分照明持ってこようか。今度照明持ってこようか。そうだね。でも可愛いね。楽しいね。可愛い。ちょっとさ、バンクに収納みたいになってるんだ。ほんとだ。ね。あ、ほんと、あ、あ、結構なんか下がってる。あ、さらにそこがこうちょっと、そう、こうじゃなくてね。この辺、この辺。あ、結構深いね。すごい。すごい。あ、よく見たらこっちの裏とかもそうだ。ほら、本当だ。この裏とかも収納になってる。本当だ。面白。すごいね。え、この上も収納なんですか？この上も収納です。お、ちょっと開けていただきたい。ちょっと今雑に入れてますけど。しよう、こういう感じで。すごい。めちゃくちゃ入る。屋根裏部屋。屋根裏、ここ？これ引っ掛ければ。ちゃんと引っ掛ける。本当だ。すごい。屋根裏部屋開いた、横から。すごい。楽しい。めっちゃ秘密基地なんだけど。あ、それは色違い。色違いの。揃った。やったー。もう最強アイテムなんだけど。頭だ。ちょ掴めないっすけど。ちょっと滑ってしまうんで。ごめんなさい。本当に滑っちゃいます。大丈夫ですよ。OK ですよ。OK。OK ですよ。すごい。すごい。ちょっと引きで見ると面白いな、これ。やめさん。いや、売ってるね、なんか売ってるね、これ。いらっしゃいませ。ちょっとさっきの、昨日いただいたあれ持ってくる。あ、そうだね。時間だ。あれちょっと置きたいです。ね。やばい、しょうがないですか。いらっしゃいませ。なんだよ、その声。いらっしゃいませ。うちは一点物しか置かないよ。あ、そうなの？うん。いらっしゃいませ。まあ、こっちはわかるじゃん。お菓子が結構ね、揃ってるね。ヤマメだからやっぱり。いらっしゃいませ。ココナッツサブで甘いものがね。これはお客さん。はい。お目が高い。こんなん今ないでしょ。お目が高いよ、お客さん。いらっしゃいませー。いや、いくらやね。お客さん。はい。値段じゃないんだよ。あ、そうなの？いらっしゃいませー。何やねん。どう？これもなんと、押村さんデザインの。世紀末の。世紀末感しか出てない、ね。それしかない、ね。すごいけど。世紀末感あふれる感じ。開けたら中どうなってるんだろうね。まあ、かろうじて食べれるぐらい。かろうじて。ギリギリか。うん、すごいもんだって。ね、怒ってきてるタイプだよね。これマジでさ、開けて食べよう。いや、もったいねえな。もったいねえな。もったいねえな。そっとこうぜ。そっとこうぜ。本当に世紀末まで。どう？いや、面白い。お店みたい？面白い。楽しい、楽しい。ちょっとね、こんだけね、今日ちょっとね、休日っていうか土曜日だからね、ここのね、利用者さんが多くてね、ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。誰も見て
てないと思うけど、ちょっと恥ずかしい。お前それオーナーさんの前で言うんじゃないと思って大変失礼いたしました、はい、結構失礼かましてるからな、これ ここに座ってるのがさ、この車は恥ずかしくないよ。ああただすごいそっちに人がいるのにさ、こっち向いてさ、やめろお前、それやるんだからでもこれ開放感あっていいよね。そうだよ、やめろよ。なんで俺がやったみたいな、そんなこと言うからなんか変な感じになっちゃういや、ちょっとありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。面白い車を見させていただいて、ね、あとちょっと写真も撮らせていただきたい、ね、あ、撮りたい撮りたい、ね、ちょっと写真撮って、あ、撮りたいですよね、うん、写真撮ってもいいですか。あ、はい、お願いします。こんな感じで動画は終わりです。 あ、 じゃあ、ありがとうございます。僕もアップまた。Seigneur, car avec les soldats